シティインフォメーション。第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、のびゆくサンダー15日号掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。またまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からタイムリーな情報を伺ってまいります。今日は消費生活センター相談員の家田さんに、のびゆくサンダー6月15日号の大学生に借金をさせて高額な DVD を購入させるトラブルに気をつけましょう、そしてまちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺さんには、トピックスで1歳未満の乳児に蜂蜜を与えないでください、このお話をしていただきます。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは初めに、大学生に借金をさせて高額な DVD を購入させるトラブルに気をつけて、このテーマを今回選ばれたのはなぜなんでしょうか。はい、ですね、大学生など若い方に対して借金をさせてまで契約を迫るケースが後を絶たなくてですね。そうなんですね、はい、これも一つの例なんですが、はい、特に特徴ある点が、ありますので、はい、紹介していきたいと思います。はい、わかりました。じゃあ事例がございますので、はい、紹介していきましょう。もしそしてお手元にのびゆくサンダー6月15日号終わりの方はぜひ開けていただきたいと思います。ちょうど後ろのページになりますね。はい、はい、じゃあご紹介していきます。 SNS で知り合った自称大学生の A 氏と、趣味や将来の話など将来の夢などについてネット上で何度か話しました。そのうち優秀な知人がいる、話を聞くだけでもためになる、一度会ってみないかと言われ、後日喫茶店で A 氏から B 氏を紹介してもらいました。 B 氏と話しているうちにブログを書くことで文章力が身につく、就活にも、就職活動ですね、就活にも役立ち、誰でもできる良い仕事がある、一緒にやりましょうと誘われました。仕事の内容は理解できなかったんですが、断れない雰囲気だったので申し込みをしました。しかしその後、始めるには30万円の DVD が必要と言われ、そんな大金は用意できないと伝えたところ、学生ローンを扱う店を紹介する、みんなその店で借りている、利益が上がればすぐ返済できると説明されて、特定の消費者金融を紹介されました。その消費者金融へ出向き、教えられた方法で借りたお金を A 氏に手渡しました。後日 DVD が届き、ブログを数回書いたんですが、利益は得られませんでした。借金を返済できず困っていますという、もう読み進めば進むほど、ああどこかで止まれなかったかなと思うんですが、これがやはり学生さんという若い経験がなかなか浅い方々へ向けての商法といいますか、詐欺っぽいなという気はしますね。はい、そうですね。はい、まずはちょっと SNS、 この中でも紹介をしていただいてますが、ご紹介いただけますか。はい、SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略です。はい、登録された利用者同士が交流できるウェブサイト上での会員制のサービスのことで、はい、広く若い方たちが利用しているものです。はい、インターネット上のサービスでやり取りしているということですね。はい、このじゃあ経緯と、それからちょっと簡単にどのように進んでいったのかもご紹介いただけますか。はい、特徴としてですね、インターネット上で何度かやり取りをして、はい、親しい関係になった後に高い商品サービスなどを勧誘されるため、断りにくい状況になっています。はい、それとですね、今回の場合、当センターに相談が入ったのは契約から3ヶ月後でした。ああそうなんですね。はい、少し後だったということもありまして、かなり事業者さんたちの方では、なぜ今頃ということで、交渉あと斡旋が難航しました。で、相談者は当センターの助言をもとに事業者さんの方に返金を求める書面を送って、その後当センターからも事業者に粘り強く返金してくださいと、いろいろな理由を、問題点を指摘して働きかけたんですけれども、結局全額は返金されませんでした。はい、ということは一部は、はい、帰ってきましたか。はい、あ、はい、そうですか。はいはい、
ということは素人ながらに何箇所かここでストップできたらというふうに言ってましたが、例えば最後まで行ったとしても、はい、なんか押し切られておかしいなと思って早くご相談いただいたら、もしかしたらもう少し帰ってきた可能性もあるかもしれない、はいはい、そうですね、その通りなんです、事業者さんに連絡をした時にですね、なぜ今頃ですかとやはり言われまして、で8日以内であればうちも考えましたよというようなことも 今更ではありますけれども、言っておられたので、本当におかしいなと思った時には早めにどんな時でもご相談いただきたいと思います、はい、そしてこの学生さんももしかしたらこれだけかかったのはなんかこう自分で解決できないかなと思われたんでしょうかね。そうですね、一人で悩んでおられたんですけれども、アルバイトをされておられたので、はい、なんとか自分で返済できると思っておられたみたいですが、なかなかうまい具合にいかなくて、あと消費者金融の方ですと金利が高いですので、はい、そうですね、思った以上に金利がついていたというのも考えてもいなかった事情だったようです、はい、でも鼻からこう若い人の世間をあまり経験してないのをうまく利用して甘い汁を吸おうというシステムになってたっていうのが結局なかなかそこまで思いは至らないということなんですね。そうですね、特に大学生の場合、就職活動に役立つという言葉は、とても、弱いですね、はい、魅力のある言葉のようで、あと人間関係も、はい、いろいろな方と知り合えるから今後有利になるといろいろうまいこと言われるようで、そうなんですね、だから趣味の話とか将来の夢などを事前にしていたという、そこも断りにくい間柄になってはまり込んでいく、そうですね、先方としてはもう自分 のシナリオ通りに学生さんを導いていったということになりますか、はい、あとやり取りをですね、SNS、はい、ソーシャルネットワーキングサービスというウェブ上で、ネット上でのやり取りですので、証拠が残っていないという部分もあったりとか、なかなか大事なところは口頭で の説明だけで終わっていたりとか、アプローチですか、はい、なのでなかなかその辺がこちらとしても難しいところでした、はい、じゃあその第2第3が出ないようにというところでアドバイスをご紹介いただけますか、はい、じゃあじっくりご紹介ください、はい、まずですね、たとえ親しい相手から勧誘されても、安易に契約はしない、はい、断りにくい状況になったとしても、内容が十分に理解できなければ、はっきりと断ることが大切です、それがトラブルの回避につながります、はい、また何度も申し上げておりますけれども、契約はどんな時にも慎重に行いましょう。そうですね、はい、とにかく契約というのはその場の雰囲気でしてしまうと後で自分の気持ちと違うと分かった時にとってもそれをこう解消するのが難しい行為なんです ね、 ですね、一旦成立してしまうと、一方的な理由では基本的には契約解除できませんので、まずは慎重に契約をしていただきたいと思います。だからせかされない限りといいますか、せかされることが多いので今日はちょっと考えますということで、それでもしつこくせかすということはよっぽどやっぱり何か大きなクエスチョンマークになっていくと思った方がいいです ね、 ですね、最初はちっちゃくても、はい、いやもう今日中にとか今日なら安くとかっていうのは相手の都合にはまっていくことになるんですね、はい、そうですね、その通りです、はい、冷静になって契約の時にはもう一度立ち止まっていただきたいと思います、はいはい、でこれは、SNS というそのソーシャルネットワーキングサービスの、はい、いわゆるインターネット上でのなんか親しくなったつもりぐらいの場合もありますけど、そうですね、そうじゃなくても、親しいねご友人関係であっても、はい、こういう契約というのはまた別なの で、ね、ぜひお友達関係のことを考えれば余計に慎重な方がいいですね、はい、その通りですね、はい、分かりました。じゃあ一つ目はとても契約は慎重に行ってくださいということです。二、はい、つ目は何でしょう。はい、今回も高額な契約だったんですが、そうでしたね、はい、高額な借金をして契約しても実際には利益を上げることができなくて、借金を返済できなくなる場合が多いです、はい、多いですと書いていますけれども、ほとんどそのような印象があります。はいはい、で勧誘時の確実ではない話、本当なのかどうかわからないような話だけを信じ込んで、
安易に考えをあまりしないで契約をするとするような借金はしないようにしましょう、はいはい、借金というのは本当にとても特に若い方は人生初の経験かもしれませんし、そうですね、借金という言葉を使わないでローンを組めば簡単ですなんて言われるけど結局は借金なわけですから、はい、これもぜひ慎重にその日に決めないで、はい、一つ一つのこのあたりでじゃあもうちょっと考えて返事しますがいいですね。そうですね、はい、分かりました、はい、そして3つ目お願いします。勧誘時の誘われた時のですね状況によって、ええ、特定商取引法のクーリングオフが適用される場合があります。はい、はい、で契約について少しでも不審に思った時変だなと思った時は、ええ、消費生活センターにご相談ください。はい、まあ、お一人でも解決できるかもしれませんがよりこういうことがありましたという他の方へ の情報提供もありますの です、ね、はい、とにかく思った時に相談に来ていただきたいということですね。はい、電話でのご相談もあるということですね。はい、ご紹介ください。はい、三田市消費生活センター電話番号を申し上げます。お願いします。はい、079-559-5059。 もう一度お願いします。はい、079-559-5059 番です。はい、月曜日から金曜日までとそれから第2第4土曜日ということですね。はい、この日が祝日だったらお休みになります。はい、そして10時から夕方の5時までということで、はい、なかなか忙しくてまた遠くて行きづらいとおっしゃる方お電話でも気軽にご相談乗っていただけますのでとにかくお一人で悩まない、はい、お一人で解決しようと思う前にこんな状況なんですけどもというお電話いただくのが、はい、皆さんにとっても広く被害者が増えなくていいですね。はい、その通りです。はい、ありがとうございます。はい、今日はですねまずは6月15日号に出ていました大学生に借金をさせて高額な DVD を購入させるトラブルに気をつけて、このお話を相談員の家田さんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今度は後半です。小寺さんに今回のテーマが1歳未満の乳児に蜂蜜を与えないでこれをお選びになったのはどういう理由からでしょうか。はい、乳児ポツリヌス症は1歳未満の乳児に特有の疾病で蜂蜜を食べることによってかかることがあります。はい、東京都内において蜂蜜の摂取が原因と推定される乳児ポツリヌス症による死亡事故がありましたので、はい、本日はお話しさせていただきます。 ありがとうございます。確かにテレビでこの東京都内のこの事故はちょっとショックでしたね。たまに小さいお子さんに蜂蜜はダメなんですよというのはなんとなく聞いていたんですがまさかこういう死亡事故があったというのはとても衝撃的でした。じゃあご紹介よろしくお願いいたします。はい、乳児ポツリヌス症は国内では保健所が食中毒として報告した事例は1986年以降3例、はい、医師が乳児ポツリヌス症として報告した事例は1999年以降は16例あります。そうですか。また欧米でも発生しており、米国では毎年100例以上の発生報告があります。結構こうやって見るとあることはあるんですね。はい、乳児ポツリヌス症の発生原因は食品としては蜂蜜が指摘されていますが、井戸水でも報告されています。そうなんですか。で今日は、蜂蜜に特化してのお話ということでよろしくお願いします。はい、蜂蜜は1歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品です。ポツリヌス菌は土壌や海、川などの泥砂の中などに広く存在している細菌です。ポツリヌス菌が食品などを介して口から体内に入ると大人の腸内ではポツリヌス菌が他の腸内細菌との競争に負けてしまうため通常何も起こりません。大人の場合は、はい、一方赤ちゃんの場合まだ腸内環境が整っておらずポツリヌス菌が腸内で増えて毒素を出すため便秘、哺乳力の低下、元気の消失、泣き声の変化、首のしわりが悪くなるといった表情を引き起こすことがあります。はい、ほとんどの場合適切な治療により治癒しますが稀に亡くなることもあります。なるほど。はい、なお1歳以上の方にとっては、蜂蜜はリスクの高い食品ではありません。つまりまだ1歳未満は腸の中が
環境が整っていないということになっているわけですね。はい、ボツリヌス菌は熱には強いので通常の加熱や調理では死にません。1歳未満の赤ちゃんには蜂蜜は蜂蜜入りの飲料、お菓子などの食品を与えないようにしましょう。熱でも死なないということですね。分かりました。一般的に蜂蜜は包装前に加熱処理を行わないためボツリヌス菌が混入していることがあります。はい、またボツリヌス菌の耐熱性は120度、4分とされており、はい、通常の加熱や調理では死にません。はい、そうなんですね。120度、かなり高い。そして4分となりますと普通の蜂蜜はもう加熱処理をしてないのでそのまま入っている可能性がかなり高いということですね。はい、ありがとうございます。乳児ボツリヌス症を予防するには、はい、1歳未満の赤ちゃんにはボツリヌス菌の芽胞が混入している可能性がある蜂蜜やコーンシロップ、黒糖を摂取させないことです。蜂蜜だけじゃなくてコーンシロップとか黒糖も取らないようにした方がいいんですね。あ、そうですか。はいはい、厚生労働省も蜂蜜は乳児ボツリヌス症予防のため満1歳までは使わないと発表しているので、はいはい、離乳食には蜂蜜を使うことは控えてください。はい、割とあの体にいいということでお砂糖よりも蜂蜜の方がいいかなと思ってらっしゃるかと。確かこの事例でも離乳食に、ね、使ってらっしゃったという東京都内 の、 あの死亡事故の例でもなんかお話があったので一度だけではなかったのかもしれませんし、体にいいと思っているのは腸の中では環境が整っていない赤ちゃんには毒素の方が出てしまいますよというのはぜひしっかりと覚えておきたいですね。ありがとうございます。はい、じゃあもう少し詳しくお話いただけますか。はい、自分が蜂蜜を食べると、ね、母乳を通して赤ちゃんが乳児ボツリヌス症になるのではと思うかもしれませんが、そうですね、はい、母乳は免疫が安定しているので、菌を取り込むことはなく、はい、母乳へ移行することはほぼないので授乳中でも蜂蜜を食べさせることはできます。ということはお母さん自身が蜂蜜を栄養源として取るのは大丈夫です。母乳には、免疫がお母さんは免疫が安定しているので菌を取り込むことはないということで、これは安心していいわけで直接赤ちゃんに支配しなければ大丈夫ということですね。あの事業者の皆さんにはどのようにあの注意を喚起していらっしゃるんでしょうか。はい、食品事業者の方は蜂蜜および蜂蜜を含む食品は1歳未満の乳幼児は与えないでくださいという情報を表示などにより消費者に分かりやすく提供するようお願いします。あ、そうですか。はい、分かりました。あのぜひ蜂蜜を直接1歳未満の赤ちゃん、まだお腹の中が十分環境が整っていない赤ちゃんに直接口に入れることはとっても怖いということが今日のお話で分かりました。あのいろいろなもの何を使っているかは今食品の分類書いてありますのでこちらを見て蜂蜜、それから今日ご紹介したもうあと2つでしたね、黒糖もそうでした、それからコーンシロップ、これは、このボツリヌス菌が入っている可能性もありますのでちょっと1歳未満の赤ちゃんには避けられた方がいいというそんなお話もいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はのびゆくサンダー15日号、大学生に借金をさせて高額な DVD を購入させるトラブルに気をつけて、このお話を、相談員の家田さんにお越しいただいてお話を頂戴しました。そして後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺さんに1歳未満の乳児には蜂蜜を与えないでください、このお話をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。第3月曜は賢い消費者になりましょうと題してお届けしていきます。次回は7月17日予定しております。来週、次回もぜひお聞きください。